開会式の翌日。すぐにでもドンパチが始まるかと思えば、決してそういうことではなく。バトル云々の前に俺たちは学生だ。授業をしっかり受けるのが大前提とのことで。放課後までは平常通り。午前の授業をなんとなくやり過ごし、昼休みに生徒会室へと集まった。食事しながらでいい。聞いてくれ。みんなが弁当に手をつけ始めたところで、会長が片手を挙げて注目を集める。初参戦のメイとマミヤのために、予選の流れを簡単に説明しておきたい。それと、今後のブリーフィングもな。千景、すまない。用意してくれた資料を出してくれるか？はい。イリュウがノート PC を引き寄せ起動。カチカチとマウスの音が響き、設置されたモニターに地図が表示された。はい。これ、神城市です？ああ。見ての通り、神城には9つのエリアが存在する。中央と8つの学園のエリアだ。このエリアが各学園の領土と考えてほしい。簡単に言えば、予選バトルはその領土を奪い合う陣取り合戦というわけだ。まずは宣戦布告、その後にバトル。勝った学園が負けた学園をエリアごと傘下に収める。残り2校になるまでそれを繰り返す。勝利条件は相手校の生徒会役員を全て倒すこと。ここで注意してほしいのは、単純な生徒会同士の争いではなく、一般生徒もバトルに参加できるという点だ。5対5のバトルにはならない。大げさな表現ではなく、全校生徒を巻き込んだ学園同士の合戦だ。血のりが悪いな。ものすごく血のりが悪いな、大部学園。3校に攻撃されたら終わんねん。合戦か。つまり生徒会役員が大将で、一般生徒は足軽。大将首取られたら終わりってことでいいんだよな。ああ、その認識で問題ない。ここまでで何か質問はあるか？大丈夫です。DVD で何度も予習済みですので。俺も問題なしっす。では続ける。先ほど軽く流したが、バトルを始めるには相手校に宣戦布告するか、あるいはされる必要がある。宣戦布告後に交戦状態へ突入し、バトル終了まで解除されない。その間は他校から宣戦布告されることはなく、こちらから新たに宣戦布告することもできない。また宣戦布告をするのも受けるのも1週間に1回というルールがある。仮に交戦状態が1週間以上続いた場合は、解除されるまで宣戦布告はやはりなしだ。もっとも戦闘が1週間以上続くことは稀だがな。だいたい 2、3 日。早ければ交戦状態に突入したその日に終わる。つまりおおよそ1週間にバトル1回のペースで進むわけだ。結構細かく制限されてるんだな。もっと混戦になるかと思ってた。宣戦布告の制限は、連戦による生徒の消耗、故障を防ぐためと言われています。もっとも、これはノエルさんから聞いたのですが、本当はテレビ的な都合が大きいそうです。ああ、噂で聞いたことあります。連戦で短期間で予選が終わると番組が盛り上がらないから、制限かけてコントロールしてるって。結局はテレビ中心に動いてるわけね。そんな言い方をするな。週の前半にバトルを終えてしまえば、翌週までは宣戦布告される心配もなく、休息に当てられる。ルールも使いようだ。続ける。予選についての大まかな説明は以上だ。次は我々がまずどこを攻めるかを話したい。地図をもう一度見てくれ。オーブが4つのエリアと隣接していることがわかるだろう。予選に絡まない中央を除外すれば3エリアだ。南にマーリンズ国際学園、東に天満義塾、西に上城西工業。結局のとこ、地の利的に言えば先にマーリンズを攻めた方がいいわけやんな。だって先に
円満義塾とか行ってしまうと霊仙と夢ヶ丘にドンと行かれるやろ。逆に霊仙とかは夢ヶ丘か円満にしか行けないって話になるし、だから決まっとるんか。オーブは毎年マーリンズに当たって、多分そうだな、夢ヶ丘は天満と言って、で勝った方と霊仙で、そっからオーブみたいな流れなんだろうな。はい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 。暁は何も、だからその何やっけ、なんちゃら高専、オタク学校はもう暁に挟まれとるから大変なことになったんや。かわいそうに。無条件降伏やねんか。常に3方向から狙われるのは歓迎できない。故にこの状況を早急に打開する必要がある。ああ、すいません、質問いいですか。ああ。仮に宣戦布告されるとしても3校同時はありえないんですよね。戦うのは常に1校だったら、囲まれていようが大したデメリットにはならないんじゃ。本当に常に1校と戦えるならな。宣戦布告することはあくまでも勝利を認めてもらうための条件であって、戦闘するために必要なルールではないんです。ああ、そういうことか。うん、宣戦布告しなくても戦闘自体はできる。毎年ありますよね、交戦中に他校の生徒が乱入してきて一緒に強豪を倒そうとしたり、単純に邪魔したり。3対1今年ありそうだな。そういうことだ。可能性は低いとはいえ、周囲の3校が結託して襲ってきたら非常に面倒なことになる。隣接するエリアに宣戦布告しなければならないというルールはないが、リスクを少しでも軽減するために近場から攻めるのがセオリーだな。なるほどな。っていうか、そうか、勝手に隣エリアにしか進軍できないって思い込んでたけど、一応遠くのエリアにも攻められるんだな。でもそれをするメリットがねえからな、結局。できますが、それも良策とは言えません。予選中、中央エリアは戦闘禁止区域に設定されているので、中央を経由して他校のエリアに侵入することはできないんです。なるほどな。観光客を考慮してってことなんだろうか。もっと単純に最終戦のプレミア感が薄れるからじゃないですかね。ほら、最後は中央でやりますから、テレビ的な都合ですよ多分。そうかもしれませんね。とにかく遠くのエリアに行きたいのであれば、他校のエリアに踏み入る必要があります。他人の庭を横切っていくようなものですから、電車で通り抜けるだけでも全力で阻止してきますよ。無用な戦闘が発生する可能性があるってわけか。ああ、場合によってはそういった作戦を取る場合もあるだろうが、初手は素直に隣接エリアを攻める。そしてマミヤがせっかくいい流れを作ってくれた。どの子よりもいち早く勝利をもぎ取り、さらに勢いに乗りたい。千景、次の資料を。はい。また桐生がマウスを操作し、今度はどこかの学園の校舎が映し出された。今週仕掛けるのはこのマーリンズ国際学園だ。宣戦布告はまず市に届け出を出すんだが、受理までにおおよそ12時間から24時間かかる。放課後に出しても交戦状態になるのは明日だ。それでは遅い。よって独断で進めてしまいすまないが、昨夜の時点で宣戦布告は済ませてある。おそらく放課後までには受理されているはずだ。最初の相手は去年と同じですね。ああ、西高と天馬を攻めれば暁と霊仙を刺激する可能性がある。いずれ戦う相手ではあるが、ことを構える前にマーリンズを落とし戦力の増強を図りたい。それに地図を見てもらえればわかるが、マーリンズを傘下に収めても隣接エリア数を一つ減らせる。他の学園ではこうならない。そっかそっか、
最初にいつもマーリンズなのはそういった戦術的な意味があったんですね。ここまでで何かあるか。今回は迅速な行動を要したため相談もせず進めたが、次回からは君たちの意見を尊重すると約束する。不満があれば今ここで言ってくれ。会長が発言を促すが誰も口を開かず、俺も特に不満はなかった。難しいことは任せる。俺はただ会長の要求に応えるだけだ。結構では、マーリンズの戦力について話をする。千景、頼む。ポクンと名付き、モニターの画像を切り替える。昨日見たマーリンズの、生徒会役員だな。マーリンズの生徒会は5名です。気をつけるべきは、たどたどしくキリュウが解説を入れる。こういうことはやはり不慣れなんだろう。いつも以上に合間合間の息継ぎが多い。見かねて会長が助け舟を出した。あまり無理をしなくてもいい。やりやすいようにやってくれ。モニターにテキストを表示してくれるだけでもいい。必要なら私が補足を入れよう。マウスから手を離し、キーボードに指を添える。モニターに文字が高速で表示されていった。マーリンズの生徒会は私たちと同じ5名です。中でも気をつけるべきは、この写真のスペンサー兄弟。生徒会長である兄のマーク・スペンサーはアメフト、妹のキャスリン・スペンサーはテニス。どちらも一流で有名選手のようです。二人とも今回がバトル初参戦となります。どのような戦い方をするかは申し訳ありませんが、情報を集めきれませんでした。他の3人についても同様です。全メンバー去年から一新してきています。この3名については特に有名な選手ではないようです。今の戦力であれば問題にならないかと。千景がそこまで断言するのも珍しいな。しかし相手は武術家ではなくスポーツ選手だ。ユニークな戦術を用いることが多い。急がせたのは私だが、今回は情報も少ない。何が飛び出すかわからんからな。油断はできん。が、無茶をするには理由がある。欲しいのは迅速な戦闘、意の一番の勝利だ。実はノエルさんと話がついていてな。どこよりも早く勝ち時を上げれば特集を組んでもらえることになっている。注目が集まれば多くの援助が受けられますね。士気も上がります。話の腰を折って悪いが、援助というのは例えばどんな寮の設備が充実するとか。それもあるな。あとはスポンサーが様々な物品を融通してくれたりもする。場合によっては全校生徒にな。勝利が戦力の強化につながるわけだ。それに去年の写真だけど。はあ。モニターに駅前の写真が映し出される。なんかめちゃくちゃ賑わってるな。こんな風にバトルに勝つとセールが始まったりするの。エリア全体が賑わって人がいっぱい。そいつはいいな。景気が良くなるってわけだ。そっか、そうですよね。そういえば最初のバトルをテレビで大きく取り上げること多いし、まだどこも動いていないうちに派手に勝利を飾れたら。ああ、これ以上ないな。最良の滑り出しだ。リスクを背負う価値はある。そのことですが、いい情報もあります。スペンサー兄弟はスポーツマンらしく正々堂々を信条としているそうです。生徒たちの評判も良く、曲がったことを嫌う気持ちの良い性格だと。小細工をどうするタイプではありません。
ならば話は早い。こちらも小細工なしだ。正面からねじ伏せるとしようか。結局そこに落ち着くか。シンプルでいいね。そうだ、マミヤにはまだ話していなかったな。バトルライブ好きのメイは知っているだろうが、正面突破がオーブのモットーだ。状況によっては臨機応変に策を練るが、私自身も力でねじ伏せるのが好きだ。有無を言わせず、言い訳などさせず、圧倒的な力で完膚なきまでに打ち砕く、そういう戦いが好きだ。欲しいのは誰もが納得する勝利、力を誇示してこその勝者。あまりスマートな作戦は期待するなよ。暁みたいに裏でこそこそ動き回るより性に合ってる。ついていきますよ、どんな無茶な作戦でも。うん、私も。どうせ難しいこと要求されてもできないから。うん、頑張ります。よし、刹那、一般生徒も可能な限り動員する。田中に声をかけておけ。指揮を任せると。あいつはなぜか人望がある。幸子。はい。千景には数名連れてマーリンズのエリアに先行してもらう。放課後までに同行させる者を選出しておいてくれ。はい。メイとマミヤは指示あるまで教室で待機していてくれ。余計なことは考えなくていい。初の戦闘だ。神経を研ぎ澄ませておけ。ルース。はいです。さて、あとは待つのみ。久しぶりの戦闘だ。楽しませてもらおうか。本日最後の授業終了を知らせるチャイムが鳴り響く。会長の言葉に従い、時が来るのを座して待つ。宣戦布告の受理を待つ状態であることは、昼休みの時点で全校生徒に知らされていた。だが皆どこかピリピリと張り詰めている。教室が緊張感で満たされる中、スピーカーから待ちに待った知らせが届いた。生徒会より全校生徒へ伝達。たった今、マーリンズ国際学園への宣戦布告が受理されました。現時刻より、オーブ学園は抗戦状態へと突入します。各員直ちに戦闘準備を整え、体育館に集合してください。以上。来たか。淡々としたアナウンス。だがそれが余計に生々しく戦争の始まりを実感させた。皆が各々の獲物を手に取り、足早に教室を出ていく。生徒会の俺が遅れるわけにはいかない。刀を手に取り体育館へと向かった。体育館にはすでに大勢の生徒が集まっており、誰に指示されるわけでもなく規則正しく整列していた。軍隊みたいだ。なおさら雰囲気出てきたな。さて、とりあえず俺も。うわ、当時先輩。お。先輩は並ばなくていいんです。こっちです、こっち。生徒会は壇上ですよ。え、マジで？先生の立ち位置じゃん。俺一回立ってみたかったんだよね。のんきなこと言ってないで、早く早く。はいよ。中野に連れられた壇上へ。毎度のパターンだが、やっぱり俺が最後だ。来たな。威張り腐るのは好みじゃねえが、すっげえ眺め。指揮官になった気分。気分じゃなくて、まさにその立場なんです。もう少し緊張感を持ってください。生徒会としての威厳を。わかったよ。キリッとな、キリッと。先輩、足震えてるんですけど大丈夫ですかね。死後はそこまでだ。みんな集まったようだ。会長が、演壇の前へと立つ。そしてスーッと短く息を吸い込んだ。注目。
マイクなどを使わず声を張り上げる。鋭い号令が体育館に響き渡り、どよめきがピタリと静まった。全体を見渡し、すべての視線が自分に集まっていることを確認して続ける。宣戦布告受理の知らせを聞いた直後に、戦闘態勢で集合。戸惑っている者もいるだろうが、多くは察しがついているだろう。これより、マーリンズ国際学園に攻め込む。とりあえず会長はブラジャーしてください。わずかなどよめき。制したりせず、そのまま収まるのを待つ。通常であれば情報を十分に集め、他校の動きを伺い、慎重に所定を決めるのがセオリーだ。心の準備ができていない者がいるのも無理はない。早すぎる私の決断に疑問を抱いている者もいるだろう。だが、君たちを納得させるだけの言葉を私は持たない。結果をもってのみ答えよう。昨日エキシビションを見ていた者は多いはずだ。間宮当時の戦いに何を見た？希望だ。皆が皆その胸に光を灯したはずだ。もう伝説の影を追うだけの我らではない。この場にいる私たちこそが最強であると示す時が来たのだ。この目に映るは勝利のみ。立ち塞がる者ことごとくねじ伏せ、撃滅し、屈服させる。知らしめるのだ。神城にオーブありと。おじけづく必要などどこにあろうか。今こそ決起の時だ。志同じくする者は剣を取れ。膨れ上がる熱気。孔子、篠宮が刀を、桐生がナイフを抜く。中野が、拳を天に突き上げる。俺も、房紐を解き掲げた。眼前に広がる光景を言葉にするまでもない。みんな心は一つだ。その意志、確かに受け取った。私に続け、出陣だ。